続きまして青コーナーよりアステカ剣道選手の入場です。
これちょっとバイオリズムの問題で、あんまし面白いことも言えねえんだけどさ、とりあえずよ、メキシコへついてきたこの悪霊は取り払ったつもり。こないだ本当はあの CMLS ジャパンの代表試合でこいつとエスメラルダ組んで俺と偽オニタでやったんだけど、あまりにも前衛できすぎて他の観客はどう反応していいのかわからないから。でもこのまま返すのはもったいないから、新大久保のあのすごい安い一泊1200円の基地宿にエスペラルダとこいつをぶち込んで、とりあえず埼玉本線で使うということになったんだけど、まあとりあえずなんだ、腐っても埼玉プロレスだ。ありがとう。どうも気の利いたこと言えなくてすいません。誰か弟子入りしようかな。とまあこんな感じです。これからもまだ続々あれ以上の怪人が続々とやってくるから、だが俺は全部迎え撃つ。埼玉プロレス倒れようとみたいに見えないよな。今のところで締めたかったんだけどさ。とまあこんなところです。次回4月29日、祭日、緑の日だからなんだか何の日だっけ。とりあえず祭日やるんで、来れずにみんな来てください。え、ここしかないよ。まあとりあえずよろしくお願いしますということで、本日の大会これで終了いたします。